今日のゲストは日本在住で、足りない記憶の漫画をインスタに載せているインスタ漫画家さんの福江幸さんです。幸さんは娘さんが10歳の時にいきなり生まれる前の記憶を思い出し、お話をしてくれたといいます。娘さんからお聞きしたことを漫画にしてインスタに載せると、たくさんの方の共感を得て、現在はフォロワーさんが3万人以上もいる大人気のアカウントになっています。幸さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。サチさんの、熱心なフォロワーさんがお客様にいらっしゃって、もう、熱烈なラブコールで実現した インタビューなんですけれども、どうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。多分ご存知の方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ちょっと簡単な自己紹介からお願いできますでしょうか。そうですね。インスタで体内記憶の漫画を描いています、福江サチと言います。でいいんですかね。はい。他に何か言いたいことがあれば。そうですあれ、ね。体内記憶、もともと興味があったんですか？ああ、もうバリバリあったんですよ。素地はあって、子供の時はなんかそういう不思議なことが好きで、で、まあそういう人も周りにめちゃめちゃいっぱいいた環境にいたので、まあ普通だったんですよね、そういうのが。で、大学もそういうことを研究する学科に行って、そうですね、20代の頃に体内記憶っていう言葉が日本にあるんだということを飯田文彦先生の本で知って、その後池川明先生っていう、産婦人科の方なんですけど、体内記憶を広めてる方が日本にいらっしゃるってことをテレビで見て、もう20代前半の頃には体内記憶っていうのが世の中にあるんだなっていうことは認識してましたね。そこで勉強されてたってことですか？体内記憶そうにつでいすて。ね。体内記憶についてはほとんどなんか、あ、あるよねぐらいな感じだったんですよ。ただその私の研究テーマがやっぱり、人はどこから生まれてきて死んだらどこへ行くのだろうっていうのをずっと考えてて、そういうのを勉強しましたね。そうなんですね。はい。そういうことにもともと興味があった。そうですね、ええー、でもうもそずっれ、と。そうなんだ。で、お仕事自体は、娘さんが、あれすごいですよね、コンピューターの方から 見て、親を選んでくるみたいなわけ。そうですね。雲の上って、なんかみんな概念的なものだと思うんですけど、なんか、テクノロジーはやたら発達してるらしくて、それを今の地球の人が理解しやすい言語で伝えてくれるので、雲の上にはあるんだけど、まだ地球上のテクノロジーが追いついてないから、まだその物質も名前も地球にないんですよ。だから、どう表現していいかわからないっていうのはよく言われますね。だからコンピューターって言い方が適切なのかわからないですけど、まあ今の地球上にあるもので一番表現しやすいものとしては、プロジェクトマッピングみたいな、その空間にそのまま映像が出てくるような感覚のものと、AI っていうものがコミットしてるものがあると。で、そこで、なんて言うんですか、天使みたいな人たちは、あれはなんて言うんですか、魂なんですか、あれは。あれは、なんか、一応、物体はあるらしいんですよ。触ると感触もあるし、抱っこするっていう、その人間的な動きもちゃんとできるので、人として向こうでは認識されてるんですけど、消えることもできるので、半物体って感じですかね。半分物体で半分違うみたいな。で、天使って言い方は概念としてあまりなくて、天使ってなんか、神様のお使いのありがたい人々って感じじゃないですか。だけど、雲の上にいる子供たちからしたら、自分たちのお世話を焼いてくれるお兄ちゃんお姉ちゃん的な存在。なので、呼び方が天使様とかありがたいんじゃなくて、なんかあだ名みたいな感じで呼び合うって言ってました。そうなんですね。それで、上から見てたら、絵ばっかり描いてる人、メガネをかけてて絵ばっかり描いてる人がお母さん、この人がいいみたいにして生まれてきたって書いてあったんですけど、もともと絵を描くお仕事をされてたってことですか？そうですね。もう絵が好きで、絵しか描いてこなかったんですけど、そうですね。イラストのお仕事もしてましたって感じですね。他のもしてるんですけど、ダブルワークで絵の仕事もしてましたね。そうなんですね。で、じゃあ、もともと興味があったけど、
お子さんが生まれてきたときは、そういう話はしてなかったんですよ。まあ、言葉が喋れるようになってからとかも、そういう話を聞こうとかしてたんですか？どんな感じだったんですか？バリバリ聞こうとしてましたよ。あ、そうなんですね。もう喋れるくらいから、なんか司令とよく聞いてたんですけど、なんか全然こう、スルーされてたんで、あ、この子はないかなっていう感じで過ごしてたんですけど、漫画にもちょこっと出てくるんですけど、小学校1年生の時に、なんか、私がすごい怒ってる時に、こんな怒りん坊のママだったら選ばなかった、失敗したって言われたんですよ。で、実は持ってると思って、気にはなったんですけど、説教してる途中だったので、ちょっとまずいなと思って、これはお説教の方を優先しようと思ったんですよ。で、その時は体内記憶は結局聞けなくて、それから、本当5年後とかですね、やっと。なんかコロナで学校が休校になって、2人でウォーキングしてたんですよ。で、そしたら、ウォーキングが辛かったらしくて、ウォーキングをどうしてもやめさせたいと。で、ママの、なんか気持ちを引く会話をしなければって思ったらしいんですよね。それで、ママのことをお空の上から見てたよっていうのをいきなり話し始めて、あ、まあ、ママ知ってる、そういう話あるんだよね、知ってる、知ってるって言って、さあ、ウォーキングをやるぞって言ったら、ママさ、雷神いたんだよねって言われて、え、何、雷神は聞いたことないと思って、なんか体内記憶とかいろんな本当ね、書物をたくさん読み漁ってた中で、雷神ってキーワードは出てこなかったなと思って、え、何、雷神って言って、ちょっと詳しく聞こうかって言って、そこから、だーっと、書き留めて、で、家帰ってからも、夜寝る前に、こう聞いたりとかして、でもがっつりインタビュー形式ですよ。なんかふんわり聞いたりして、それでどこ行ったの、でどこ行ったのガリ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 書いていくみたいな。へえ、それって思い出すもんなんですか、もともと覚えてるもんなんですか。なんか本人が言うには5歳まで綺麗さっぱり忘れてたらしいんですよ。で、5歳の時に、うちの地元にある駅のたくさんいる人混みの中に見覚えのあるおじいちゃんが立ってたらしいんですよ。で、なんで私この人見覚えあるんだろう、おじいちゃんなんて知り合いないしなと思ってじーって見てたら、うわーって全部思い出して、私そうだ、生まれる前に空の上にいたんだ、この人と一緒にいたんだと思って全部思い出して、わーってなってたらしいんですよ、一人で。で、そしたら家帰ったら電話がおじいちゃんからかかってきて、やっと思い出してくれたんじゃなって言って、そっから電話でお話しするようになったって言ってました。あ、電話っていうのは本当に電話でかかってくるんですか。本当の電話です。え、そうなんだ、すごい。これです。しかも、え、あれですよね、普通の電話ですよね、携帯じゃなくて。そうかか、今はすごい、そうですね、中学生になってスマホを渡したので、今は LINE でおじいちゃんと。おじいちゃん LINE で来るんですか。すごいな。そうなんです。にわかには信じられないんですけど、私もともとオカルト好きなので、うん、そういうことがないのかなと思って調べたんですよ、うんうん、そしたらやっぱ何人かいらっしゃいましたね、メールしてるって方が。あ、そうなんですね、メールもできるんですね。あ、まあ、どんなテクノロジーでもカバーできるってことですよね。で、すごく詳しい方に、そんなバカな話あるって聞いたら、いや、ありえるねって言って、だから、幽霊とかって、その霊体のもので、電気なんですよ。あ、だから、電気は使いやすいと。あ、か何か、鉛筆とかで何かこう、残していくっていうよりは、その、パソコンとか、スマホとか、その、電話とかだったら、電気じゃないですか。電波っていうか、よくわかんないですけど、それをいじればいいだけなので、そっちの方が楽だし、全然あり得る話だねって、すっごい真面目な人に言われて。そうなんですね。なんか、直接話したりとかできないんですか？甘えちゃんが。その電話とか通さずに。お庭にいたりとかするときがあって、もうだめだ。お庭にお姉さんがいらっしゃるんです。そうですね。なんか、頭の中に、こういうことが思ってるだろうな、みたいなのは来るけど、なんか特に大したメッセージもないので、ありがたいメッセージとかもないので、別に、近所のに住んでるおじいちゃんが遊びに来て、どうちゃんに甘えちゃん元気にやっとるかね、みたいな感じでしかないらしいです。へえ、そうなんですね。もうすごい面白いですね、それ。
なんか、そのインタビュー形式にした、まあ、もともと興味があったから、個人的な興味で聞いてたってことですよね、最初。そうですね。今もただの個人的な興味でしかないんですけど。それをなんかインスタでイラストにしてみようみたいなのは、なんかアイデアはどうやって思いついたんですもう即ですね。なんか、か？ もともと漫画も描いてましたし、だから、あ、面白いネタが来たから、これし書こうみたいな。これすぐ漫画にできるじゃんって、話聞いてもほとんど2、3日後にはこれ、あ、漫画にしようって感じで。そうなんですね。キャラがめっちゃ濃いんですけど、みんな。めっだちゃから、濃い。もうしっかり決まってて、決まっててっていうか、本当に娘が見たものをそのまま書いてるだけなので、私がキャラ設定とかしたわけでも、何か付け足したわけでもなくて、もう娘が書いてくれた絵をもとに、だらだらと書いてるわけなんですね。これが、インタビューした紙なんですけど、娘さんがこんな人だよって書いてくれたんですか？で、それをもとに書いてるだけで、全然、こっちは何もしてないです。作画してるって感じ。こんな感じで書いてくれたりするので。すごい上手ですね。かわいい。そうなんですね。なんか、ディズニーの映画で、ソウルっていう映画、あるじゃな見いてですないんか。ですけど、お話見は。てないんですね。あれってなんか、どれくらい合ってるのかなって、すごい興味あったんですけど、なんか、そうですね。これはすごい日本っぽいですよね。世界各国にある感じなんですかね。そうですね、私一番驚いたのは、ソウルフルワールドのその予告編かなんかで見たんですけど、この雲の様子の、ここあるじゃないですか。この建物が、あまいちゃんが言ってる建物にそっくりなんですよ。そうなんですか？すごい。やっぱそうなんだ。そうですよね。なんかね、多分ね、これ誰かが言ってたんですけど、なんかディズニーの人絶対見てる人いっぱいいるよね、みたいな。で、もう一つ確信をついたというか、なんか甘えちゃん、あながち嘘を言ってるわけではないなと思ったのは、まず鳥山明さんって完全につながって描いてるっていう、漫画家界では有名な話なんですけど、それの出てくるそのポイポイカプセルのお家とか、精神と時の部屋とかに出てくるお家が、やっぱり鎌倉型なんですよ。すごく似てるなっていうのと、あと、宇宙、UFO に、なんていうんだろう、アブダクション？なんでしたっけ？誘拐されたですね。UFO に誘拐された人が向こうで見たお家がやっぱり鎌倉型だったって証言してそるう人ながんですいね。て、多分たくさんの方が証言してると思うんですけど、いろんなパターンで証言してると思うんですよ。その中にやっぱ鳥山明のね、ポイプカプセルに似てたんだよって言ってる人がいて、あ、やっぱ似てんだって。っていうのがあって、それでそれを絵本作家ののぶみさんに話したら、それ使っていいって言われたから、使っていいけど、なんか図鑑だったらもっとたくさん調べなきゃダメだよって言ってたんですけど、体内記憶を持ってる子で、建物の外観まで覚えてる人がいなかったらしくて、鎌倉型になってましたね、そ絵うなん本でで。すね。だから、のぶみさんの体内記憶図鑑という絵本を見ていただくと、鎌倉型のお家が出てきますけど、ちょっと伝わり方が違ったらしくて、ちょっと違う部分があります。そうなんですね。のぶみさん、これは違うよっていう。あ、これ。かわいい、かわいい。なるほど、なるほど。で、こそうれいはう上感のじ部で。分が開いてて、照明の代わりに空が見える。お家ですね。そこでいっぱいの人が生活してるっていう意味ですか？そうですね、この建物がまず大中小いろんな形のものがバーッと雲の上にあって、でそこで生まれてくる前の子どもたちと死んだ後の人が一緒に生活してるって感じですね。そうなんですね。なんかそれ、そのおじいさんと、その世界中のなんかが見える部屋？ なんか私、霊気のプレイスメントを受けた時に、そんなような部屋に行って、なんかすごい、この最近、その、サチさんの漫画を読んだ時に、結構衝撃的だったんですけど、それを見た時に、あれ？みたいな。
これなんか私これ見たのにめっちゃ似てるやんこのおじいさんはみたいな、でも髪の毛が一本だったかは覚えてないんですけど、はいはいはい、とりあえずすごい白いなんか、めっちゃ長い毛があったみたいなのはすごい覚えてて、毛っていうのはヒゲのこと、そうそうヒゲみたいな、なんか何かよくわかんないけど、とりあえず白くてあの毛がで、なんかすごいいろんななんか見れるところがあって、うん、あの何なのかよくわかんないんですけど、その時は私その多分霊気のやってた時に父親が末期がんかなんかだったんで、お父さん見たいって言ったらお父さん見せてくれたっていう、はい、お父さんが出てきたんですか？そうです、コンピュータースクリーンの中で、その時にコロナの時だったんですよ、はい、で日本に帰れなくて、私鎖国状態だったから日本に帰れなくて、はいはい、で入院してて日本の県外のお見舞いの人も行けないような、なんかすごい厳しい時代あったじゃないですか、うんうんうん、あの時だったからもう会えなかったんですけど、はい、その時にそのたまたまもう何の意図もせずそのおじさんのところに行ったから、お父さん見たいって言ったらお父さん見せてくれたんですよでお父さん見せてくれ たそうそう、まあその時はまだ生きてたんですけど、うん、でそれでなんかそれは私の頭の中ですごい作った現象だったんだなってすごい思ってたんですけど、うんうん、あの絵を見た時にあれみたいな、何これみたいな、すごいびっくり衝撃でした。あ、何なんですか？何なんでしょうね、何なんでしょうね、いや分からないですなんか私も体内記憶があったのかなみたいな一瞬思ったんですけど、なんでこれが出てくるんだろうみたいな、すごいびっくりしました。高校の時に一回だけ夢でそっちの世界を見たことがあって、うん、すごい覚えてるんですけど、でもそれはずっと謎で分からなかったんですけど、つい最近、あれはもしかしたら夢で向こうの方に行ってたのかなっていうのありましたね、一回だけ、うん。で、うちも父がこの間亡くなったんですけど、その父が、甥っ子とうちの三女を介していろいろ教えてくれるんですね、うんうん、でやっぱり雲の上に着いたぞって言って、雲の上の生活はこんなんだよって言っていろいろ教えてくれたのがこの漫画なんですけどこれすごいですよね、すごくないですか？そうそうそう、だからこれも、うんうんうん、まあ何かしらしたらいけるのかなって、うーん、だからそれを霊気でいけるのかとかっていうのはわからないんですけど、一応なんか霊的な感性を持ってる人に言わすと周波数が違うから、その周波数を合わせたらいけるかもねっていう人もいるので、なんか夢の中だとそのなんだろう、自分の潜在意識とかもあると思うんですけど、向こうとコネクトしていろいろ情報をもらってくるっていう人もいるので、うん、分かんないですよね、そこだけ。そこ、うん、このなんかさっき鳥山明さんの話が出たんですけど、はい、漫画とかイラストとか絵本とか書いてるなんかアーティスト系の方ってなんかつながれる能力の方とか他にもいらっしゃるんですか、はい、結構そういう方っていらっしゃるんですか？あ、なんか自ら公表してる人っていうのは結構いて、有名なとこだとあの漫画家さんだと三内すずえさんは公表してますよね。そうなんですか？あー、すごい。あと、あ、私が子供の時から好きなのはあの吉本バナナさん。あ、そうなんですね。彼女もエッセイの中でつながって書いてるっていうふうにちゃんと書いてて、ただそれをなんか後来に書いてほしいって人がいっぱい出てくるらしいんですけど、それをちゃんとプロの文章として、消化させることが私のそれがプロの仕事だって言ってましたね。降りてきてるからすごいとかじゃなくて、降りてきたものをちゃんとプロの仕業で仕上げるっていうことが大事なんだって言ってました。ああ、そうなんですね。あと、佐藤愛子さんでしたっけ？そうですね。作家の佐藤愛子さんとかも昔から公表してますよね。そうなんだ。結構いらっしゃるんですね、そしたら。結構いますね。画家さんなんてめちゃめちゃいっぱいいるんじゃないですか。画家さんとかはすごい多そうですね、確かに、うん、ナチュラルにつながってるんで書いてますね、多分。うん、あのどこからどこまでが分かんないんですよ。例えば私も絵の依頼を受けた時とかに、あのどうやって書くのって言われるんですけど、紙に浮かんでくるからそのまま書けばいいじゃんって言ったんですよ。そしたらそれは普通の人にはあまりない感覚なんだよって言われて、多分絵を描く人は、うん、多かれ少なかれその想像力とかが豊かっていうのはもうすでになんか
なんか自分の力以上のものにつながって書くときは、本当に子供の時からナチュラルにしてるので、わからないぐらいあるじゃないですか。じゃあなんか紙に なんとなく見えるから書くみたいな感じなんですか？もうなんかここに書くべきものがボンってあるから、それを追いかけるって感じですね。ただ自分の技量が圧倒的に足りないので、自分の技量とその二次元の世界にこの世界をどうこう妥協して書いていくかみたいな作業です。あ、そうなんですね。そういう感じなんですね。多分絵を描く人みん、ほとんどそうだと思いますね。あ、そうなんですね。すごい。でもなんか、この、すいません、体内記憶のこの漫画もすごいですよね。なんか、言ってみたら、なんですかね。別の次元のことを、この二次元っていう漫画に落としてるってことですよね。そう。で、わかるように書いてあるじゃないですか。すごいなんか、普通に日常に生活してる人がわかるように書いてるっていうのがすごいですよね。それが多分、なんか私は本当に不思議なものがほとんど見えないんですけど、ほぼほぼ見えないんですよ。普通の人が以下かもしれない。でもその見えた人が漫画描けばいっちゃん早いじゃないですか。なんで私見えないんだろうってジレンマに最初の頃はよくなってたんですけど、私が見えたらその娘にいっぱい聞いてっていうその時間も動力もいらないし、見たものを描けばいいじゃないですか。だからたまにもうママ見てよ、めんどくさいからって言われるんですよ。なんか、でも見れないからしょうがないじゃんっていう話をして、でもなんで見れないんだろうと思った時に、やっぱり見てる人からしたら、これは違うんですよね。もうだって生活してる、てか、雲の上で生活してる人からしたら、なんかこの、なんか単純な絵に落とし込まれること自体が、まあまあ妥協なわけじゃないですか。こうじゃなかったと思うんだけど、まあでも絵にしたらこうか、しょうがないよねってところ。でそこをしょうがないよねってとこまでなんか大雑把に描けちゃうのって多分見えてないからなんですよね。こんな感じっていう、もういいじゃんこれでみたいな。じゃあ私が見えてたらもっと詳細に描きたいっていう気持ち悪さがすごいあったと思うんですよ。おじいちゃんの顔ももっとリアルだしとか、こんな漫画チックじゃないしみたいな、羽だってもっと大きくて光ってて荘厳でとか言い出すと思うんですよ。なんかそれをなんか全部全無視して、まあ大体こんなもんで合ってるよねっていう大雑把さがやっぱり見えてないからならではなのかなと思うんですよね。いやでもなんか可愛いですよね、このおじいちゃんも。なんか電話で文句言われたりとかしないですか？おじいちゃんめちゃめちゃ優しいらしいので、かわいい。怒ったりは絶対にしないらしいんですよ。ただその漫画を描くのが遅いんじゃっていうのは言われました。もっと描いてほしい感じなんですか？面白い。なんかなんで体内記憶、今体内記憶がある人が増えているって書いてあったんですけど、はいはい、なんで増えてるんですか？わからないです、正直わからないですけど、その池川明先生っていう日本で体内記憶を一番調べてる方がいらっしゃるんですけど、その人がもう年間ものすごい数の人の子どもたちにアプローチしてちゃんと調査して、聞き取り調査をご本人がやられるんですね。でそれを統計を取っていくと割合的に増えてると。で7人に1人とか、もしかしたら4人に1人ぐらいに増えてるんじゃないかっていうのを統計的に出してて、で、娘になんで増えてると思うって聞いたら、知らないって言ってたんですけど、なんか、私はなんでか知らないけど覚えてるから私のことしかわからないって言うんです。他の子が増えてるかどうかは私は知らない。そりゃそうですよね。だから、ただこのスピリチュアル界隈で言われてるのが、やっぱりその、見えない世界と今現実の世界をつないだ方が楽に生きられるんじゃないのかなっていう感じで、もうそういう時代でいいんじゃないのっていうことでわざと覚えてる子を増やしてる、もしくはむしろ今までの時代がそういうのを覚えてたらすごい生きづらかったと思うんですよ。なので
行きやすい方を選んでるのかなって感じですね。なんかそれは納得感があります、うん、うん。じゃあちょっと漫画読んでない方に、でも読んでほしいんですけど、はい、まあ、まだ読んでない方に雲の上で子供がどうやって親を選んでくるっていうのを教えていただけますか。そうですね、なんか案外素敵なことではなくて考えてみたらすごく当たり前のことなんですよ。自分がわざわざ地球に危険を冒して生まれていくわけですよね。で、すごく楽しみにしてるし、いろんな経験をしたいと思ってる。で、その経験をするにあたって、やっぱり両親の影響ってすごく大きいと思うんですよ。で、その両親を、自分の経験が豊かになるように、ちゃんとそういう意味で選んできてるんですよね。自分が辛い経験を、辛い経験っていうのはそうですね。あ、そうだ。まず最初に地球とその雲の上の感覚が全然違うっていうのは言われたんですよ。感情があるっちゃあるけど薄い状態で、まあ何でもかんでも手に入る状態の人たちからしたら、地球ってすごく未知な惑星で、まず物体がある、感情が豊かであるってことが実感としてわからないそうなんですよね。だから辛いとか悲しいとかが、そんな辛いの、そんな悲しいのっていう感じで、もやっとしてて、へえ、そういう辛いって感情があるんだ、悲しいって感情があるんだとか、嬉しいってどういう感情なんだろうとか、全部もやがかかって、なんか想像してる息を出ないらしいんですよ。で、物体があるってこともわからん、物体っていうか体、自分に体がつくってこともよくわからないので、体の選び方とか、そういうのもよくわからないんですね。で、よくわからない。初めての経験すぎてよくわからない状態で、とりあえず自分にとっていいだろうと思うものを、こう必死にこう想像力の中で選んでいくしかないそうなんですよ。なんかやっぱり地球で生きてるものからしたら、なんか好条件のものとか、一定の、なんか、判断基準ってありそうじゃないですか。うん、それがないんですよ、雲の上に。うん、経験、全く未経験だから。で、とりあえずやりたいこととか、それに合わせる両親のこととかを、もうたくさんのデータから、まずは AI が選んでくれるそうなんですよね、うん。で、AI がこれでいいんじゃないかって言ったら、ちょっともうちょっと探してみたいでいて、うちの娘はいろいろ探したけど、結局 AI の出してくれたデータに従ったって。なので、その、なんだろうな、すごく選ばれたとかいうわけじゃなくて、本当にその子がどうしたくて、それってどういう選び方をして、こう選んだかっていうのは、もう本当、それぞれなので、中には、早く生まれたいから、選ぶのがめんどくさいって言って、そんなこともあるもう適当に選んじゃってよっていう子もいて、もういいよ、これでっていう子もいて、なんか、娘からしたら、そんなんでいいの？もうちょっと選ぼうよっていう人も中にはいたっていうので。ああ、そうなんですね。なんか選ぶには選んだって感じですね。なんかもうちょっと考えて選んできてほしいなって感じですけどね、親としては。選べる。だからそう、生まれるってこととか、人生をすご、地球で過ごすとか、何十年と人間の肉体を持って過ごすってことが、向こうではすごい軽いんですよね。ああ、なるほど、ちょっと行ってくるって、ちょっと散歩してくるみたいな感じで出てる子もいるので、その散歩にわざわざこの道を通ってこの人に出会ってみたいな設計図を書かなくないみたいな。お散歩してすぐ帰ってくるつもりだからどうでもいいよみたいな。ノリの子もいると。じゃあなんか、そういう話を聞くじゃないですか。なんか結構新しい視点じゃないですか。はい、でそれを、まあそういう話をたくさん日常的に娘さんから聞いて、なんか人生観とか変わったこととかありますか？そうですね。だいぶこう、もう馴染んでしまったので、あれなんですけど、そうですね。なんか、気は楽になりましたね。まずなんか、なんて人は生まれて死ぬんだろうっていうのが人生のテーマであって、いろいろ本を読んだんですけど、なんか人それぞれでいいんだなっていうのと、そんなになんか重く考えたところでっていうのにはついたかもしれないですね。結局なるようにしかならないし、そうですね、ちょっと
軽くなりましたかね、いろんなものに対しての考え方。多分私もともとすごく重く考えるタイプだと思うんですよ、いろんなことをきっちりきっちりみたいな、うんうん、そういうのがちょっとふんわりしたかもしれないですね。であとやっぱこういう世界に対しての興味はやっぱりすごく増えましたよね。なんかそういうお話が結構いっぱい来るんですか、やっぱりこういう発信をされてたら私もみたいな感じで。ああ、もうめちゃめちゃ来ますね。めちゃめちゃ来ます。で、処理しきれなくなったので、もうみんなで書き込んで、なんか私が一回一回 DM 聞いて、すごいですねっていうのも、なんか、もったいないし、その私がすごいねって言ったところで、その人はね、嬉しいのだろうかっていう気がする。なので、あ、コメント欄に書いてある。いっぱいあります、コメント、うんうん。不思議体験募集中っていうのを立てたんですね。うん、コメントだけ178件。まあ返信もあると思うんですけど、うん、あとはこれに書き込むの恥ずかしいからもう福江さんだけに知ってほしいんですっていう人も多分同じぐらいの数がいるんですよ。そうなんですか。へえ。なんかやっぱりインスタで他のご近所ママさんとかにもしも見られた時に恥ずかしいからいいんです、なんか共感してくれる人がこの世に一人だけいるっていうだけでそれで嬉しいんですっていうことで私に DM を送って来られて、私は本当に2行ぐらいしか返せないんですけど素敵ですねって言って返すだけっていう人も、あと毎日のようにいらっしゃいますし、なんか言うほどでもないじゃないですか多分。わざわざこういう話題の時に、多分こういう話題にあんまなんないと思うんですよ。なれば、ならないですね。言うと思うんですけど、うん、で、私多分、私の育ってきた環境ってちょっと稀なので、こういうことを言うのが普通だったんですけど、あんまりそういう環境に人はいないんだよって言われて、ああ、そうかっていうのもあって、うん、私にとってはこういう世界は、かなり日常です。あ、そうなんですね。じゃあ、もともとのご家族の中でも普通にそういうことを話すようなご家族だったんですね。家族は別に普通のサラリーマンと普通の主婦なんですけど、中学生ぐらいから私、ずいぶん年上なお友達ができまして、60歳ぐらい離れてたのかな。すごい年上です。友達になった、どうやってなったんですか？友達になったんですよ。ご近所に住んでるおじいちゃんと。あ、そうなんですね、うんうん。で、中学、高校とずっとそのおじいちゃんのところに行ってたんですよね。で、そのおじいちゃんがやっぱり不思議な人で、まあお金は取ったりしないんですけど、なんか相談に来る人がいたりとかして、でその人の前世とかオーラとか、必要ならばちょっとした未来とかも見て、こうなんじゃないのかなっていう感じのおじいちゃん。で、そこでなんか、あ、なんかこういう人って世の中にいっぱいいるんだろうなと思ったんですよ、勝手に、うん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 。私の近所にいるぐらいなんですから、これ言うのが普通なんだろうなと思ってたら、それから何十年生きても同じような人にはあまり当たらないので、ちょっと変わった環境になったの。そうですよね。へえ、すごい面白いですね。で、今は、だから、そういう人が増えて、私の周りに。うんうん、最初はその一人だけだったんですけど、どんどん増えちゃって、気がついたら、みんなおかしな人、みたいな。私が見えない。ずっと見えない、みたいな。みんなは見えてるっていう。そうそうそう。すごい。だから、もともとこういうのが結構好きで、あ、やったやったって感じですね。どっちかというと、そりゃそうなるよねって感じの。なんか、多分、自分の娘だから、ものすごく霊感の高い、霊感がある子が来るっていうのは、覚悟してたんですよ。だから、お化けとか普通に見えるようになるんだろうなっていうのは思ってて、でも私見えないしなって、共感してあげられないしなっていうのはあったんですけど、なんか、あ、こういう形で来ましたかって感じで。ああ、そうなんですね。ああ、じゃあいいですよ。じゃあ、どんどん話したら、どんどん漫画にしますよって感じなんです。あれ、お二人ともそうなんですか？あ、三人ですよね。三人ともみんな覚えてるんですか？そうそうそう。三人がバラバラで、長女が出てくる甘江ちゃんっていう子が、いろいろ覚えてるんですけど、次女は全く覚えてないです。で、三女は、あるって自分で言ってて、確かになんか、
あの信憑性とかも出てきたんですけど、うーん、まだ6歳なので言葉が足りてないのでそんなに漫画にはしてないんですけど、一応あるみたいです。うん、うん、そうなんですね。ありがとうございます。そしたらちょっといきなり話題が変わってしまうんですけど、今モヤモヤして悩んでいる人に何か、なんかそういう不思議な人が周りにいるとか、そういうなんとなく人生観がちょっと変わったみたいな経験も踏まえつつ、何かアドバイスがあったら。モヤモヤって何ですかね。どんなことでモヤモヤ、ね、結構モヤモヤされてるのは、なんか私これからどうしようみたいな、どうやって生きていこうみたいなとか、何か分かんないけど何かこうある気がするんだけど、それが何か分からないみたいな。めちゃめちゃモヤモヤしてますね。なんだろう。あ、でもその私が体内記憶の漫画を描いてるからとかじゃなくて、私の人生経験としてしか答えられないんですけど、多分やりたいことってみんなあると思うんですよ。で、それに対して、ゴールを先に決めちゃう人が多いと思ってて、なんかその、やりたいことをやって、お金はついてくるのとか、社会的地位はついてくるのとか、人に評価されるのみたいなことを、まず最初に気にしちゃうと、それって本当はどうでもいいことなので、どんなに小さいことでも、全然構わないと思うんですよね。だから自分のしたいことを、今日できることをまずやる。で、私も大学を卒業させてもらって就職して、やっとこう、ちゃんとレールの上を乗り切ったって感じがしてるところで、会社辞めちゃったんですよ。その時に、やっぱり絵が描きたいと、漫画を描きたいと思って、それじゃあこの、社会人としての生活を捨てなきゃいけないんですよね。ちゃんとお給料があって、じゃあ働いた分だけお給料がもらえて、ちゃんと、ネームバリューみたいなあるとこでやってきたら、あんま間違いないじゃないですか。でも、やりたいことをやれないってことの方が辛かったんですよ。で、その時にすっごい覚悟したんですよ。うん、なんか、その、みんなやりたいことをやったら、お金がなくなって生活できなくなるよって心配するんですよね。で心配されて究極どうなるかっていうと死ぬじゃないですか。多分住む家もなくなってご飯もなくなって死ぬんですよね、きっと。で、じゃあ死ねばいいかと思ったんですよ。うん、究極好きな絵を描いて漫画を描いて生きていって死ぬかもしれないよって言われたら、じゃあ究極死ぬんだったらまあいいじゃないかって思えて、それすごい覚悟ですね。腹くくったんですよね。うん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 、でもなんとかなるさっていう、そのなんとかこう自分が雨風しのげるような家も借りられるし、なんとかお腹を満たすこともできるし、でもなんとかなりそうだと。でも本当にもしそれらが全部奪われることになっても、やらない、好きなことをやれないことよりはいいかなと思ったんですよ。だから今すぐ死ぬか、餓死して死ぬかぐらいじゃないですか。うん、確かに。だから、なんか、まあいいかと思って仕事辞めたんですよね。で、絵を描くための時間を作れるように生活スタイルを変えたんですよね。でもちゃんと自分で最低限のお金を稼げるように働いて、それで絵を描くっていう生活にしたんですけど、その方が落ち着きましたね、自分的には。散々言われましたけどね、友達には、地に落ちたなとか、なんでそんな。地に厳しい。そうそう、そんななんかね、俺はよくわからない。その地に足ついた生活をしないで、フラフラしてて、それでのんきに笑ってるお前のなんか神経がわからないとか言われましたけど、いや私からしたらあなたの方が絶対わかんないよって言って、うん、なんかその腹くくるのは絶対必要かなと思うんですよね。結局覚悟できないから誰かが何かやってくれるって言ってズルズルしてる人の方が辛そうなんですよね。うん、
そう、そうです。そうです、そうです。うん、私25年間サラリーマンやりましたからね。めっちゃ辛かったです。サラリーマンやるのも大事だと思うんですよ。そうなんだろうな。サラリーマンやったから、従業やったからというよりも、その、覚悟決めちゃった方が早いし、うんうんうん、覚悟って結構大変。うん、そうね。そこでつまずきますね、大体。うん、だ誰かが何かはやってくれないです。それは確かに、もう絶対そうですね。自分でやらなきゃないって。何も進まないです。そう。自分な、誰かがなんかこう、いい感じにトレーニングしてくれたり、カウンセリングして、なんか変化をもたらしてくれることは絶対ないです。うん、なんか自分で、その、まあ、カウンセリング受けたり、相談を受けたりして、その中で自分がやっぱり、こうしようって言って、どっかで踏ん切りつけるのはやっぱ自分なんですよね。うん、あとなんか私はな結構長いこと夫がなんかしてくれないかなみたいに思ってました。夫がなんかして私が働かなくてもいいようにしてくれないかなみたいな。そう、そうするとその、なんか舵を切れないですよね、いつまで経っても。うん、で私は割と頼るものがなかったから楽だったかもしれないんですけど、先ほど話したおじいちゃんがまあ私を甘やかしてまして、すごい甘やかされ方をしてたと思うんですよね。進路とかも、こっちとこっちあるんだけど、どうしたらいいって人は悩むじゃないですか。うん、どっちも構図つけがたい、どうしようって時に、おじいちゃんがこっちって言ってくる。へー。だから、おじいちゃんが言うんですか。すごいですね。こっちって言って、雲の上のおじいちゃんじゃなくて、私のご近所のおじいちゃんが、さっきはこっちって言って、示してくれるので、楽だったんですよね。でも、20代でおじいちゃんが亡くなっちゃってから、頼るものがなくなったから、すごいアンバランスだったんですよね。で、その時に、やっぱり、おじいちゃんに頼りすぎだったなっていうのもあるし、だから人に、おじいちゃんでも誰でもいいんですけど、誰かに頼ってたなってことが分かって、あ、これは何ともならんぞっていうので、じゃあ腹くくって、死ぬ覚悟でやればなんかできんじゃないのと思ってやったのが、本当に20歳超えてやっとかよって感じなんですけど、こういう感じでしたね。そうなんですね。あ、それは結構大きい、うん。もうその覚悟っていうのが一番大きいですね。そうですね。私はそう思うかな。そうだ、いろんな人の話を私も聞くのも好きだし、いろんな人に、まあ、カウンセリングとか占いとかやるのも面白いですけど、なんかそこで見つけた答えで行動を取るのは自分なんですよね。うん、そんなね、なんか重い感じでもないんですけどね。まあ、やってみようっつってパッてやれるかどうかだと思うんですけど。なるほど、ありがとうございます。大丈夫ですか、答えられてますか。いやいやいや、なんかなかなかあんまりその覚悟とかいうことを言ってくれる人はあんまりいないです。何ですか？それすごい大事。だから割とさっき不思議な人が周りにいっぱいいるって言ったじゃないですか。うん、だから人の前世とかも見られる人も周りにいて、うん、なんか相談を受けたりするの様子よく見てるんですよね。私の前世なんですか、私こういう辛い目に遭ってるんですけど、なんか霊がついてたり、前世で何かあったから、私こんな目に遭ってて、私どうしたらいいですかみたいな質問いっぱい来て、で、見てあげるんですよ。で、霊はこういう人がついてますよって。で、生き量はついてます。でもすぐ払えます。で、前世はこういうのがあります。でも今生きてるのはあなたです。で、じゃあどうしたいですかって、結局その、辛い原因は多分これかもしれないっていうのはできるけど、それでじゃあどうしたいかっていうのを決めていくのはあなたですよってなった時に、そこを相談を受ける側は決められないじゃないですか。好きなものなんですかとか、そこは月並みな質問になっていくんですけど、好きなものなんで、今やってるもの何とか、目指してるものあるとか、子供の時からどういうのが好きだったのとか、結局その人の中に答えを探していくしかないんですよね。で、やっぱり私こういうのやるのが好きです。じゃあやればっていう。うん、結局。じゃあやればいいんじゃないのって言って。で、そこで、でもって言ったら戻っちゃうんですよね。で、でもだったら今日ここに来た意味ないよねって。で、前世とか、その生き量とかのせいにしてるだけじゃんっていう。進めない理由をそこに探してないっていう。
進まなきゃいけないのこれで分かったよねっていうのを見てると、やっぱり誰かに答えを求めてる限り、自力で歩行してくださいって感じですね。そうですね。そうそう。なんか自分の、何ですか、船長みたいな、自分がリーダーにならないといけないところで、人にのフォローをしたいっていう、まあなんか普通だと思うんですけど、普通に学校教育とか受けたら、なんか人についていく方が楽じゃないですか。なんだけど、自分の人生だから自分が舵取らないといけないですよね。そうですね。なんか人についていく場面もいっぱい大事だと思うんですよ。でもなんかその大事なとこだけ、もしモヤモヤを今抱えていらっしゃるならばですよね、その人が。では自分がなんでモヤモヤしてるのかは自分で探さなきゃいけないし、でそこから脱却するために何がしなきゃいけないかは自分でわかるだろうし、でもそれ辛いから見てないでしょっていう、でその辛さ剥がして自分でやんなきゃいけないよっていう、感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、おすすめの本とかありますか？あったら教えていただけますか？おすすめの本、きっかけとなったのは、飯田文彦先生の生きがいの創造っていうのはきっかけにはなりましたね。結構これターニングポイントだったって人多いですね。そう、生きがいの創造は結構不思議な世界を淡々と書いてて私は好きですけど、あとはそう、福島大学の教授かなんかですよね、飯田先生が。ね、本当は僕はこの霊とかの相手なんかしたくないんだけど、来るからしょうがないよね、みたいなスタンスで書いてて、すごくなんか面白いんですよ。あとは、そうですね。池川明先生の本じゃないですか。池川明先生の本。いっぱい出されてますから、どれってのはないんですけど、どれだったかな、赤ちゃんの表紙の絵が結構一番売れてるんだっておっしゃってましたね。あとは、小難しいのが好きだったら、イェール大学の死とは何かですっていう。ああ小難しいのが好きなのはこれで、体内記憶だと、池川明先生の本が体内記憶の入門編となっているので、もし体内記憶を一から学びたいという人は、これを読んでください。はい、池川明先生の中でもエッジが効いた本ってあるんですよ、セクレスでもワクワクを求めてどんどん子宮にやってくるって本があるんですけど、お父さんとお母さんがいたしてなくても、生まれてきた子がいるっていうのをインタビューで聞いた本です。ありがとうございます。あと山川ご夫妻が書いてるアルケミスト、アルケミストってパウロ・コエイリョさん。あの人が書いた本を訳してるってことですか？あ、そうですか。世界的ベストセラーのやつですね。そうです。これ読みやすいと思います。はい。じゃあ、池谷明先生の本とアルケミスト。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、福江さんの絵は、インスタですね。インスタのアカウントを、じゃあ、ショーノートに載せておくので、はい。読んでください。はい、はい、ありがとうございます。